ゲオルク・ギャフキー。ゲオルク・ギャフキーはドイツの細菌学者。1884年にチフス菌の培養に成功したことで知られる。ハノーファーで生まれた。ベルリンのフリードリヒビルヘルム大学で医学を学び、不屈戦争で一時学業が中断されるが1873年に卒業した。鉛中毒による腎臓障害の研究で学位を取り、ベルリンの病院で助手を務め、 1875年に医師免許を得た後、軍医として働いた。ロベルト・コッホの助手として働き、感染症の原因としての細菌学の研究に従事した。1880年に、チョーチフスの病原体をカール・エーベルトが発見し、コッホが独立して研究した病原菌の分離、培養方法を改善に努め、1884年に、 順培養に成功ししたたことを発表1883年にこれらのエジプトでの流行に際してドイツ政府が組織した調査団に国保と共に加わった。1888年からギーセン大学で衛生学の教授を務めた。1892年のハンブルクでのこれら発生時には政府へのアドバイザーを務め。 1897年のインドでのペストの発生時には調査団を率いた。国保の後を継いで、1904年から1913年の間、プロシア王立伝染病研究所の所長を務めた。ありがとうございます。